チャンネル登録お願いします。こんにちは、次郎の一夢買ってきました。最近ちょっと買いに行ってなくて、久々に買いに行きまして、まあ、買いに行っても特に何もニュースがなかったようになったんですけど、今日はなんか微妙なニュースがいっぱいあるね。巨人が3連敗とかね、野球やっとったよね。原ファンとしてはみんなっていうかテレビつけへんしみたいなね。で、何があったかいな。真央ちゃんね、真央ちゃんちゃうわ、まやちゃん、小林なんやらちゃん、ボートレース番組、ボートレースの司会しとったんや。コロナで大阪は自粛ね。あとこれやん、安倍ちゃんやん、安倍氏側差額分補填認める、桜を見る会前夜祭ということで、要は何、補填しとってことを誰やらが認めたよ、こっちゃね。どないやねんって話でね。私もそんなニュース見てなかったから分からんすけど、要はかなりいろいろ突っ込まれてましたやん。これ明らかおかしいんやけど、もういやそんなことおませんねんって、もう言い通してましたやん。しらっとした顔して、お前ら何間違うてんねんみたいな顔して、俺は正しいんやみたいな、嘘言うてないみたいなことしらっとして、もうずっとなんか答弁言うんですかやってましたやん。それがもう何、嘘ついとったことですやん、分かってて。それめっちゃ怖いですやん。なんであんな普通の顔、しらっとした顔して嘘つけるみたいな。で何、総理大臣もう終わったから、まあまあお前ちょっと何年か入ってこいみたいな感じなんですかね、よく分からんすけど。出てきたら何、なんかご褒美あげるいうことなんですかね、よく分からんすけど。まあその政治云々はちょっとよう分からんすけど、そのチラッとその何、嘘つき通せるの、ほんまそれはすごいですよね。すごいいうか怖い。そんなみんな真顔でなんか都合ねえこと言われてることですよ。人間やったらちょっとね、顔に出るとかね、こうやってこみたいなね、ありますやん。それでせえへんのはね、おとろしい、ほんまに。もう、なんちゅうの。もう私は信用第一でね、って言うたら、ほんま信用ないがなっちゅう話なんですが、一応、世間って、信用第一、その、なんちゅうの、お金借りるとこ、借りたとこは申し訳ないんですが、それ以外はね、信用第一でやってきたおっさんなんですよ。その、なんちゅうの、まあ、正直にしとったらね、そんな信用みたいなもん、普通についてくるもんでね。だから、もう正直もんですって。よう言うか、お父さんって呼ばれた時期あるんですけど、お父さんは白やとかね、はい、お父さんは純白やとかね、よう言われました。はい、ということでね、あんましごまかしとかはね、しないいうか嫌いですよね、うん。普通に正直に言うたら、まあ私はそういう問題に出くわせへんからやろね。ほんまにごまかさなあかん場面がみんな多いんやろね。私はそない人と話す機会がほぼないしね、付き
き合いもないんで突っ込まれることもないからね、別にそういう場面にないかねかもしれん ね。だから総理大臣とかね、そうやっていろんなそういう付き合い広いからね、真顔で、まあ、ポーカーのディーラーやったらいいんですよ。あんだけポーカーフェイスできんやったらね、これはすごいですよ、ほんまに。あのポーカーフェイスはね、すごいです。はい、ということで、バカラ好きの二郎でした。はい、以上、失礼します。バカラ好きやった二郎です。はい、失礼します。